段。この漢字2文字だとサバ、4文字読むと3、2、1。サバ違う正解は寄せ鍋。はい、ここから、とても美味しい食べ物という意味ですね。五香生という熟語もあるからね、使ってみてください。以上です。ありがとうございます。